ちょっといいかな。はい先輩、何でしょう。時間が許すなら少し同行してもらえないだろうか。わかりました。どこに行くんですか。ただの気晴らしだよ。特に構える必要はない。ここに来てすぐに事件に巻き込まれ慌ただしく過ごしてきたからな。少し二人でこの世界をゆっくり眺めてみないか。確かにいろいろありましたからね。了解です。もちろんお供します。美しい景色だね。そうですね。なんだかこの空の向こうまでどこまでも飛んでいけそうです。ブレインバーストにも同じような場所はいくつかあるが、この世界にはかなわないかもしれないな。確かに。あっちは基本的に現実の地形を元にしてて、障害物も多いですからね。まさかブレインバーストの空がこのような場所につながっていたなんて思いもしなかったな。あ、先輩、あの、その、ん？どうした？ここに来る途中で思い出したんですけど、その二人でこうやって出かけるのって、あの、デートのお誘いだったりしたんでしょうか。それはその、うん、そうなるのかもしれないな。やった、僕嬉しいです。そうか、そう言ってくれると私も嬉しい。春雪くん、どうした？なんか紙切れが飛んできて。あれ？その紙切れに何か書いてあるのか？はい、風景の絵と見覚えのある刻印が。見覚えとは？僕、この刻印と似たような模様をしたアイテム3つ持ってます。何？ということはこの絵の場所が同類のアイテムと何か関係があると考えられるな。おそらくこの場所は ALO で異界と呼ばれるフィールドの煉獄ステージ。春雪くん、そこに行きたくてたまらないといった顔をしているよ。え、あの、その、すみません。謝ることはない。私も面白そうだと思っていたところだ。デートコースには向かなそうだがね。先輩、デートがお預けになるのは少々残念だが、刻印の謎の究明と行こうじゃないか。は、はい、そうですね、ぜひお願いします。煉獄ステージ、あの絵の場所はここで間違いないようだな。はい、やっとたどり着いた。例の刻印とやらは基本的にこれまでモンスターからドロップしたんだったな。はい、しかもすごく強かったです。ダンジョンのボスクラスかと。この辺には見る限りそのようなモンスターはいないようだ。少し探索してみましょう。力が湧いてきたぞ。ここ先輩が入院してた病院ですよね。ああ、そうだな。この場所で煉獄ステージか。君と匠くんの対戦を思い出すな。 ALO へのブレインバーストの侵食は単純にデータの流出によって起きた現象だと思っていたが、私たちの存在自体が
侵食の媒体として影響を与えているとも考えられる。それってこの風景も我々の記憶から作られたもの。ここへやってきた私たちの記憶がこの ALO の侵食状態を作り上げているかもしれないということだ。そう考えるとこの病院の中で僕たちが行くべき場所は、ああ、あの場所だ。先輩の眠っていた部屋は確か正確な位置か。絶好調じゃないか。ヘッドバ
ベッドは空っぽですね。当たり前じゃないか、春雪くん。私はここにいるんだぞ。ですよね。でも本当に良かったです。あの一件は僕にとって最大の過ちです。大事な先輩を傷つけ、幼馴染たちも傷つけた。だから夢だとしても、ここで寝ている先輩の姿はもう見たくなかったです。春雪くん。先輩、僕ちょっと後悔してたんです。せっかくデートだったのに、こんな場所の探索なんて先輩嫌じゃないかなって。でも勝手を承知で言わせてください。僕ここに来られてよかったです。あの時の辛さをまた思い出せたから。先輩を思う、絶対にあんな目には合わせないって思えたから。ああ、ありがとう。私はこんな場所だろうと、君と一緒なら何も問題なかったのだが、そう言ってもらえて、私もここに来られてよかったと思えたよ。さあ探索の続きをしましょうか。そうだな。あのベッドの隅に刻まれたマークは、あ、本当だ。地図に書いてあったのと同じやつですよ。この叫びは、刻印を見つけた途端にか。この部屋を探して正解だったようだな。行くぞ、春雪くん。はい。こいつを通すと刻印のアイテムが手に入るんでしょうか。うん、そう考えてみて間違いない。これか。僕この戦い負ける気がしません。それは私も同じだ。理由は無論、君に背中を預けているから。そろそろ倒せそうだな、クロー。はい、どっちが先にとどめを刺す。競争ですよ。負けんぞ。これでどうだ。まずい。なんだ。無事に刻印アイテムも手に入れられたようだな。これも装備品だな。すでに4つ入手しているなら、今後真実を知る機会もあるだろう。保管は任せるよ、春雪くん。あ、はい。それにしても散々なデートになってしまったな。そうですね。でも僕楽しかったですよ。私も同じさ。だが、もっとこう普通のデートもしたいな。そうですよね。じゃあまたその日は改めてということで。うむ。ちゃんと僕から誘うので、先輩来てくれますか。ああ、もちろんだとも。エスコート
よろしく頼むよ。はい。メッセージが届いてたわね。よし、みんな揃ったかな。今回はこの4人で攻略だね。はい、キリトさん来られなくて残念でしたね。アスナさん、よろしくお願いします。今回はアスナと一緒にお弁当も用意したからね。ハルとタックン、楽しみにしてて。もしかしてハル、あんたお腹空くの早すぎ。まだクエスト始めて全然時間経ってないよ。さすがに僕もびっくりだよ。お弁当が用意されてるって聞いたら、なんだかお腹の動きも活発になったみたいで。少し早いけどお昼にしよっか。はい、ぜひ。仕方ないな。じゃあストレージから取り出してっと、じゃーん、これが今日のお弁当です。わあ、なんだか豪勢だね。本当だ。じゃあ遠慮なくいただきます。はい、どうぞ。うわー、ライスバーガーだ。照り焼きのお肉のいい匂い。はっ、うーん、おいしい。ハル、こっちのサンドイッチもおいしいよ。野菜とハムがぎっしり詰まってて。これソースは何だろう。絶妙な味付けだな。うん、卵焼きも最高。冷めてるのにこのふんわり感、作り方が気になるな。ハル、これも美味しい。こっちも美味しい。あー、もう。え、じいちゃんどうしたの。何を怒ってるの。なんで二人とも、さっきからアスナが作ったやつしか食べないの。そうなの。いや、僕らは誰がどれを作ったのか知らないし、不可抗力で。どうせ
私が作ったのなんて美味しそうじゃないですよだ。まあまあちゆりちゃんも落ち着いて。ほら、春雪くんにたくむくん、こっちのがちゆりちゃんが作ったお惣菜だよ。いただきます。うん、こっちも美味しい。美味しいよちいちゃん。うんうん、この大胆な味がちゆらしい。何よその言い方、なんか引っかかる。もう次は絶対にリベンジするんだから見てなさい。ちいちゃん頑張ってね。試食担当ならいくらでもやるからさ。二人とも調子良すぎ。よし、行こうぜ。メッセージが届いてたな。おお、そのシリーズって21年後でもまだ続いてたんだな。はい、当時はなんかバグもいっぱいあって批判も多かったって聞いてますけど、今では FPS ゲームの代表格のゲームシリーズって感じですよ。いやいや、晴れゆき、あれは話題にはなってるが、どっちかっていうと面白がられてるんだぜ。え、バグを面白がる？ああ、コアなプレイヤーの間では調整不足なところが逆に面白いって言われてるんだ。へえ、こっちの時代じゃそのくだりはあんまり伝わってないですね。何の話？ああ、シノ、いいところに。シノも今 FPS やってるんだよな。うん、春雪の時代のゲームの話をしてたんだ。春雪は結構レトロなゲームを集めて遊んでるみたいでさ、話も合うんだよ。ああ、前にもそんなこと言ってたわね。でも私はそんなにいろいろやってはいないわ。主に重火器系のタイトルだけちょっと触ってみてるのよ。でもシノンさんが FPS やってるなんてなんだかかっこいいっすね。 FPS ってクールなタイプの女性キャラが多いじゃないですか。シノンさんはまさにそんな感じです。それってまるで私が可愛いキャラじゃないって言われてるみたいだわ。え、違いますよシノン、ここは素直に受け取っておこうぜ。アクション映画の主人公前としててシノンさんかっこいいってな感じでさ。まあ別にいいけど。シノンさんはどういうスタイルでプレイしてるんですか？主にスナイパーが多いわね。口径の大きな大型の狙撃銃を装備して遠くから敵を狙い撃ちする役割よ。へえ、じゃあ ALO の弓矢よりもよっぽどロングレンジですよね。そうなのよね。スナイパーも経験するようになってからはどうも弓矢のレンジが短く感じちゃって。じゃあ今は ALO よりも FPS を遊ぶことの方が多くなってるんですか？いえ、それはないわね。何せカーディナル製のゲームはクオリティが段違いだから。カーディナルシステムで作られた品質の高い FPS でも出ない限りALO よりも熱を上げてプレイするってのはないんじゃないかしら。ああ、でも最近はそういうのも徐々に増えてるって話だぜ。そうなの？ああ、今度調べてみるといいさ。ALO じゃないゲームもいつか一緒に遊んでみたいですね、この3人で。そうね。ああ、面白そうだ。任せてくれ。
セージが届いていたな。先輩、この間のクエスト、まだエピローグを見てなかったと思うんですが。ああ、そういえばそうだったな。あの二人がどうなったのか、見に行こうじゃないか。はい。ようやく、君に会えた。帰ってきてくれたのね。もう一生離さないわ。よかったですね。ああ、NPC とはいえ、恋人同士が離れ離れになるなんてことは見過ごせないからな。はい、二人の手助けができてよかったです。しかし、生き別れた恋人たちを再び会わせるクエストか。 VR 世界には NPC にも様々なドラマがあるのだな。対戦格闘のブレインバーストでは珍しい小規模なクエストが多数存在している。こういうのも新鮮でいいものだな。そうですね。僕、二人の再会シーンを見てなんだかジーンとしちゃいました。先輩、あの、別にこれは今のシナリオを見たからとかじゃなくて、僕もこれからもずっと先輩と一緒にいたいです。いいですか？春雪くん。ああ、もちろんだ。こうして積極的なセリフをもらうのはなんだか照れるものだな。君らしくもない。え、すみません。いや、責めてるわけじゃない。もちろん嬉しいさ。ただ以前の君であればあまり言ってくれない言葉だと思ったものでね。そうですね。やっぱりきっかけは今の再会シーンかもしれませんが、この世界でキリトさんたちに出会ったことが一番大きかったかもしれません。まだ会ってそんなに時間は経ってないですけど、あの人たちが仮想世界で生き生きと生きている姿を見て、僕はまだまだなんだなって思いました。もっとこの世界を感じたい、楽しみたい、もっともっとその先へ加速したい、そう強く思うようになったんです。キリトさんたちの背中に追いつくために。そんなことを考えてたら自然とさっきの言葉が出ちゃいました。ありがとう。でも私も同じ気持ちだよ。私も彼らの生き様には驚かされてばかりだ。さすがは仮想世界の先輩プレイヤーといったところか。早く彼らと肩を並べられるように共に頑張ろう、春雪くん。はい。行こうぜ。